アドリアーノ・フェレーラ・ピントは、ブラジル・パラナ州、キンタド・ソル出身のサッカー選手。セリエ D の AC ・ポンテ・サン・ピート・ロイ・コール・イゾーラ所属。ポジションは MF。ブラジルのウニオン・サン・ジョアン・ EC でキャリアをスタートさせ、2002年に、イタリアセリエ C1 の SS ・ビルトゥス・ランチャーの1924へ移籍。セリエ B のペルージャ・カルチョ、AC、チェゼーナを経て、2006年に、 ペルージャ時代にも支持したステファノ・コラントゥーオーの監督が、率いるアタランタ BC へ移籍すると、セリエ A1 年目から主力として活躍した。2010年夏にアタランタとの契約を2013年まで延長したものの、徐々に出場機会は減り、2011から12シーズンのリーグ戦出場は7試合。翌シーズンも前半戦出場機会がないまま、2013年1月に、 セリエ B の AS バレーゼ1910へ完全移籍した。同年9月2日には、レガプロプリマディビジオーネの US レッチェに加入し、1シーズンプレーした。2014年9月に、セリエ D の AC ポンテサンピエトロイコールイゾーラに移籍し、同年10月12日の US インベールの戦で、移籍後初ゴールを挙げた。メルカート、フェレーラピントアルバレーズ。 バレーズ1 9 1 1とオリジナルの2013年2月4日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20130204064019/http:/www.varese1910.it/news/1093/mercao フェレーラピンとあるバレーズ h t m l ハットフィチャ u r e ファルコン・アルバレーズ、フェレーラ・ピント・アルレッチェ、tutomercatoweb.com2016 t com 2016年1月29日閲覧、ポンテソラ、セグナ・ピント・マポイシー、エソロ・エル・インバーノ、ベルガモ・イースポーツ2016年1月29日閲覧、ありがとうございます。